ワンコマイシンは、グリコペプチド系抗成物質の一つ。新生細菌の細胞壁合成酵素の基質である D、D- アラニル D- アラニンに結合して、細胞壁合成酵素を阻害し、菌の増殖を阻止する働きがある。大部分のグラム養成菌に殺菌作用を持ち、超球菌に対しては成菌作用がある。ペニシリン等のベータ・ラクタム系抗成物質とは、 作用基序が異なるため、ほとんどの抗生物質が効かない、メチシリン体性を食武道球菌を殺菌できる。このため、過去には、最強の抗生物質と言われたこともあった。塩酸板コマイシンは内服してもほとんど吸収されることがないため、腸などの消化管内の製菌、殺菌に有効である。内服、または、点滴上駐で使用される。点滴上虫による、 急速投与が原因となり、レッドネックシンドロームと呼ばれる皮膚合併症や血圧低下などをきたす場合がある。人毒性があるため、投与中は血中濃度を測定し、治療域に維持する投与量にすることが推奨される。人機能の低下した患者に対する投与は注意が必要であり、薬物動態理論を用いた投与設計を行う。しかし、 薬物動態理論を用いた投与設計を日常診療として行うには感染制御専門薬剤師による助言が必要なことが多く実際に投与開始時から行っている施設は少ない一般の病院では同系統で人機能障害が軽いとされているテコプラニンか別の系統であるリネゾリドを用いることになるこの場合には バンコマイシン体制の超球筋に対しても有効なリネゾリドの使用頻度が高くなりリネゾリド体制菌が増加する可能性が懸念される1956年にイーライ・リリーカンパニーが開発しメチシリン体制黄色ブドウ球菌の治療に用いられてきたが1986年イギリスとフランスでバンコマイシンに体制のある 腸球菌の存在が報告され、さらに病原性の高いバンコマイシン、程度体性黄色ブドウ球菌とバンコマイシン、体性黄色ブドウ球菌の存在が報告された。細胞壁合成阻害薬に分類される。ムレイン単体性合成を阻害する。同様にムレイン単体性合成を阻害するものに、ホセホマイシンがある。MRSA 感染が疑われる。 ヒーロブドウ球菌菌血症患者において ST 合剤治療群ではバンコマイシン治療群に比べ30日死亡率は1.90倍高かった。キリアコスコスタニコラウラを含む複数のグループによって全合成が達成されている。ありがとうございます。